のお料理教室へようこそ。イエーイ、第1弾目がスタートしました。はい、そういうわけで今回はクッキング動画なんですけど、ちょっとやめて、多分カメラの後ろの向こうもザワザワしてたりすると思うんですけど、クッキングはゆるーくやっていきたいと思います。今回作るのは炊飯器で簡単にできるバナナケーキを作りたいと思います。クッキングスタート。ちゃんとみんな家から帰ってきたら手洗いをうがいしないとダメだよ。始めていきたいと思います。用意するものはバナナを2本、ホットケーキミックスを 200g、 牛乳を 100cc、 砂糖 70g、 卵1個、バター 30g です。 OK ですか？はい、めちゃめちゃすごい簡単で、最初にもうどこにでも売ってるこのホットケーキミックス 200g 測ります。あと50ですね。キャー怖い、キャー怖い、キャー怖い、あやばいやばいやばい、あやばいやばいやばい、おお、ちょっと多いけどいっか。大体でやっていきます。でも、まあ、200g ですね。これを大きいボウルに移します。砂糖を 70g 入れます。甘くない方がいいって人は 50g でいいと思うんだけど、ノアは甘めが良かったので 20g 多くして70にしてます。で、砂糖も普通のね、白いお砂糖より三温糖っていう茶色いお砂糖の方が体にいいっていうよく聞いてて、おっ、ぴったしだ。はーい、そしたら牛乳を 100cc 入れます。美味しい牛乳、一つ。そしたらバナナをね、大事な大事な主役、バナナを2本使います。で、1本はこう一緒にもう混ぜちゃうんだけど、1本は普通に切るって感じですね。で、バナナは1本ね、こうやって全部剥いてもらって、そしたらこのバナナを、まあ、大体3つぐらいに分けてこういうちっちゃいボウルに入れます。で、バナナは本当に1本でいいんだけど、このね、こう一緒に混ぜるんだけど、多い方が好きだなって人はもう半分入れてもいいかもしれません。でも本当に普通のちょうどいいぐらいがいい人はバナナは1本で大丈夫です。私はもう半分入れます。そしたらこの今ね、切ったこのバナナをフォークで潰していきます。この作業がちょっとね、ちょっと大変で、こうバナナ感をしっかり残しておきたい人はあまり潰さない方がいいです。やばい、いい匂いする、バナナの匂い。なんかバナナってそのまま食べるのあんまり好きじゃなくて、こうやってね、なんかケーキとかにしちゃうバナナを好きなんだけど。何？何で笑ってんの？はい、こんな感じ。こんぐらいになったら、これも一緒に大きいお湯、大きいお湯だって。大きい、こっちのボウルに入れちゃいます。バター 30g をレンジで温めて溶かします。バター 30g。これをラップして、やば、熱っ、熱っ、こっち違かった、なんかミトンさんが、ミトンあった気がするんだけど、わかりまーすー。ということで、こちらを使っていきたいと思います。どこにあるかわかんない。よいしょ、せーの。はーい。これだけのエプロンだよね。これで、ダマがなくなるまで、ゴイゴイ混ぜまーす。もうね、もうすでにバナナのめちゃめちゃいい香りがする。で、これダマすごい残ってるなって思って勘違いしちゃうとあれなんだけど、これ普通に多分バナナのあれだから気をつけてください。一番初めに作った時に全然ダマがなくならない、なんでだろうって思ってたらバナナだった。周りの
粉も全部一緒に混ぜて、はあ、疲れた。そしたらバナナ2本って言ったらその1本ね、3から5ミリぐらいの厚さで切っていきます。待って、見た今、見てない？普通に綺麗に並べようと思って、最初はこの半分にねしたの、バナナ半分にやったんだけど、こうバナナ感が少なくてぎっしり詰まってた方が美味しいと思ったから1本にしました。これね、にゃむ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 ってね、なんか急に生まれたんだよね、この歌急にノアの口から生まれたんだよね、これ。にゃむにゃむって言いづらいよねっていうのを家族で話してて、そしたらもうこれで終わりです。もうあとはここの炊飯器にぶち込むだけなんだけど、ここに 10g のバターを溶かしてこの中にこう塗ります。ちょいちょいちょいレンチン、にゃむ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 、これ全部カメラの向こうの人の真似してるの。オッケー、ちょうどいい、こんぐらい。そしたらこのキッチンペーパー1枚でもうね、まんべんなく塗る。この前バターがなくなっちゃって、この中に塗るやつをマーガリンで代用したら黒く焦げてたね。そうしたら3から5ミリぐらいで切ったこのバナナを敷き詰めます。本当にこれ簡単だから、こう小学生の妹たちでも2人で作ってたくらい、全然覚えたら簡単だけどすごく美味しい。だいたいこんな感じ。これをもうドバーっと入れます。残さずすべてあとパン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 してお皮をふいーんと閉めてスタート。あれ、何分とか出てこないや残ったバナナは食べます。普通に食べます。このバナナケーキができるまで待ちます。はい、完成しました。イエーイ。したら熱いのでね、こういうのを用意して、もうどうなってるかはその時に見ないと分からないから、ノアもまだ分からないです。で、これはちょっと一人でやると難しいので、ちょっとこれを持っててもらおうかなと思います。魔法の手に怖い。せーので、あった、できたいい感じじゃない。はい、あ、ここにできてる、出てきちゃった。 ありがとう、完成です。はい、さっき敷き詰めたこのバナナたちとこれですね。で、このパンケーキはこのまま冷やしておいて食べるっていうのも美味しいんだけども、この熱い状態で食べるのがすごい好きなので、出来上がりがこの中にもバナナが入ってて、上がこんな感じです。いただきます。おいしい。うん、美味しくできました。はい、というわけでこのケーキもね、ホットケーキミックスで簡単に作れちゃうので、皆さんもぜひ作ってみてください。バイバーイ。